路上で集団暴行、暴力団組員ら7人逮捕。東京の錦糸町駅近くの路上で、男性2人に集団で暴行を加えたとして、暴力団組員の男ら7人が警視庁に逮捕されました。暴力行為法違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団、工藤会の組員、橋津拓也、容疑者33ら、7人です。7人は、去年11月、墨田区の錦糸町駅近くの路上で30代の男性2人に、あいだ、通ってんじゃねえよなどと言いがかりをつけ、胸ぐらをつかんで、引き倒した上、集団で暴行を加えた疑いが持たれています。警視庁によりますと、7人は直前まで酒を飲んでいたということですが、取り調べに対して、いずれも容疑を否認しています。防犯カメラの捜査で、当時、現場には10人以上の男が集まっていたことが分かっていて、警視庁は他にも関与した男がいるとみて調べています。